はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマ、第6回シリーズ、年少3歳から小学校受験は早すぎるのかです。小学校受験の準備はか早すぎるのかです。それでは西荻フレンドリースクール室長今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、もう折り返し時点過ぎてね、あと残り今日入れて3回ということですね。そうですね。第4回目は目線か、ね。はい、これだけ大事なことがね、3歳のプログラムの中にあるっていうことなんですよ。はい、で、その目線でね、やっぱり今なんだろう、結構親が気づかなくて、こう病的に斜視っていうのが結構あるみたいなんですよ。うんうんうん、でそれがすごくやっぱり、まあ斜視で目線が合わないのかどうなのかっていうのはちょっとわからないんですけど、でもまあ斜視っていうのはこう一生懸命先生の方を向いてるんだけど、実際目がちょっと違うとこ行っちゃうとかっていう子も、うんうんうん、いたりするから、そこら辺は難しいんですけど、でも意外とね、こんなこと当たり前じゃん、目と目が合わせられるかなんてね。でもしかしたら親と合わせられるのかもしれないんですけど、実際やっぱり来た中で、もう年長になってきた子でも目線が合わないってあるんですよ。でこんなことと思って親も見逃してるんですけど、私もびっくりしたのは、ある小学校の先生がおっしゃったのが、はい、まず面接で何を見るかって言われたら、もちろん答えもそうなんですけど、先生と目線が合わせられるかっていう。ああやっぱりそうなんだと思いましたね。学校はそこを求めてるんだっていうね。だから小さいうちはね、やっぱりまだ目も柔軟だし、こう人の顔を見るっていうのに対して抵抗がないから、ちゃんと先生の目見るんだよって言うと素直にパッと見てくれるっていう。だから目線が合うっていうことは、ちゃんとこっちから話してることが相手に通じてるか、で相手も自分の話してることを相手の目を見てちゃんと答えてるから、うん、私おそらくね、こういうことをちゃんと経験してないで大人になった、うん、方って、大人になっても目線が合わない方ってやっぱりいますよね。そうですね。そう、どこ見てんだろうとかね、うんうん、どこ見てこの人話してんだろうっていうのがあるけど、まあ小学校受験しようと思ったらこれは絶対許されないんですよ。うんうん、でもね、大変なんですよ。目線が合わない子供だと、もう目の前にちょんちょんこっち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 とかって、そもそも自覚がないから難しいんですよね。そうなんですよ、うん、子供にとっては今まで自由にもうそんな何も親と話すのも別に目見て話してなんていうことがないですけど、外に行った時は特に相手の目を見て話す。今特にマスクしてるから、こう口元が見えないから、うんうん、特に目の動きっていうのは重要だと思うんですよ、うん、だからまだ3歳だとまだまだ未発達だから、目線合わせてって言うとパッと目と目が合うんですけど、うんうん、もうね、それがね4歳5歳になっちゃったら、もう人の目を見て挨拶するってことができないんですよ、うんうん、だからまず挨拶の基本として、これは年少もそうですけど、まず目と目を合わせて相手の顔をお互いに見て、それでこんにちはって顔を上げた時にまたピッと目線を合わすっていうかね、うん、それってすごい大事なんですよ。で、ある学校なんかは4人か5人の先生たちが並んでて、試験の面接の時、試験の面接の時に、はい、やつぎ早にこう来るんですよ、はい、質問が子供に対してね。そう、うん、で2対1ぐらいの面接だったらまだどうにかね、どうにかね、うん、目は合ってるんですけど、そうやって矢継ぎ早に来た場合はもっとワングレードアップなんですよ。はい、この先生から来たからこっち見て、はい、ね、はい、はいって、こう自分の目を動かさなきゃいけないっていうのがやっぱりありますね、はい、でうちなんかは特に年長で面接の時なんかはいいとかって両親に話を聞いてる時でも、あなたたちは先生の目をじーっと見て
入れてください、どうかここに入れてくださいっていうね、入れてくださいビーム出すんだよって言ってるから、うん、うちの生徒たちは目力、そう目力、そう目力、はい、もう目線を合わすだけはもうそんなのは当然だもんね、当然なんですよ、はい、目線合わす、うん、次が大切、はい、目力ってよく言いますよね、はい、キリッと、そう、うん、目力までやっぱりつけていくっていうのが、うん、まあ、最終段階だとしたらもう目が合わせられないな、もう論外になっちゃいますだから2歳児とか3歳児からで、2歳から3歳で目合ってんなと思ってもちょっと親が油断すると、うんうん、もう 目線外れちゃうんですよね。あ、そっかそっかだからあのこう子供の成長とともに、じゃあ2歳で目線があったからじゃあ3歳で目線が合うかって言うと合わないんですよ、うんうん、じゃあ3歳で目線が合ってたけど4歳になったら年中っていうんですかね、途端に違ったりとかすることがあるので、やっぱりその年少クラスでも必ず目が合うようにするって、だからまあ正直言ってこの年少クラスって言っても5人とか6人とか集めてうちは授業はしないんですよね。そうですね、だいたい2、2、2ぐらいに分かれて、はい、超少人数でやりますね。そう、2対1でやるんですよ。それはなぜかっていうと、まだ生まれて3年なんてね、良くもあり悪くもありいろいろな要素があるから、そういう個人差が違うのに一緒にってやっぱできないから、うん、せいぜい2人なんですよ、はい、そうすると2人と先生1だったらばもう完全に目線なんかチェックできるんで ね、こっから上がった人はさすがに目が合わないって人はいない、はい、でもそれはすごく 目線っていうのは大人になっていく上で目線を合わして人の目を見て物を言うっていう、うんうん、それが最も大事なんですよね。そうですね、いや本当にそうだと思います、うん、はい、だそれは早ければ早いうちの方がやりやすいのでね、うん、はい、ぜひその辺を考えてみてください。はい、ぜひご検討ください。はい、はい、では教室からのお知らせです。フレンドリスク、あのね、連日あのこの回ではご案内してますけど、年少クラスの入室説明会、幼児教室の疑問にお答えしますということを初の試みでやることになりました。2月、3回だけやるんですね。2月の13日、15日、25日、それぞれ3日間で時間もバラバラにしてあります。なぜかというと、午前中暇なく、ね、お時間ある方もいれば、午後にね、午後だったら来られるよという方もいると思うしね。ということで、時間をあえていろんな日程にしてみました。オンラインの参加も OK です。どんな教室なのかなって気になる方は、お気軽にご連絡ください。はい。はい。Zoom でもね、大丈夫なのでね。そうですね。だから年少っていう、はい、うん、その3歳、2歳の後半から3歳、4歳にかけてが本当に大切な時期だっていうことを知っていただきたいなと思ってます。そうですね。はい、もう実際どんな先生がいるのかとかね、どんな場所なのか、どのぐらい費用がかかるのかとかも、ね、お話できるかな。まあ、ね、まあどんな場所かって ね、大した場所じゃないですよね。まあでも。でもそれこそ相性だと思うんですよ ね、 そうですね、居心地いい人には居心地いいって話を聞きますからね。期待してこんなね、あの受付待ってとか ね、大理石の床とかはありませんからね、はい、そうですね、はい、私たちがもうやってるんですもん ね、もうだからそんな周りのことよりも私たちは周りがどうかとかね、喫茶室があるとかね、だからもうそんなことよりも私たちはそれを全てをもう子供の教育、子どもがやっぱりこうね、心身ともにきちんと育ってほしいということだけを考えてみんなやってる人たちだけなのでね、はい、まあそれを含み置き、はい、いらしてください。そうですね、はい、お待ちしております。はい、お待ちしております。続きまして、面接特訓でございます。こちらも現在も受付中です。あとは受験関係はこちらですね、西荻眼科クリニックです。こちらも受付中です。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。あの実際に対面式でも大丈夫ですし、オンラインも対応しておりますので、ぜひあのお気軽にご検討ください。体験授業も受付中です。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番。メールアドレスはご覧の通りです。はい、教室では引き続き様々なテーマで幅広くお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。
本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。